盛山正仁文部科学大臣が来校し、高知大学の医学部や農林海洋科学部の施設を視察しました。盛山正仁文部科学大臣は昨日から2日間の日程で徳島の専門学校や高知の研究施設などを視察しています。今日は南国市にある高知大学医学部のキャンパスを訪れ、最初に受田博之学長から大学の概要や特色の説明を受けました。高知大学は特殊な物質が投与されたがん細胞に光を当てて見つけやすくする光線医療を2017年に日本で初めて生み出しています。大臣はモニターを見ながら実際に細胞が赤く光っている様子を確認していました。この後大臣は同じ南国市にある農林海洋科学部に移動。パプリカが育てられているビニールハウスで職員からカメラやセンサーを使って集めた二酸化炭素濃度や日射量などのデータをもとに AI や IoT を使って生産者に情報を共有する研究が紹介されました。また大臣は貴重な海底の堆積物コアを保存している海洋コア国際研究所を視察しました。こうやってトップがご視察をいただいて、で我々の活動を肌で感じてくださって、その価値をご認識いただく、でそこから動いていくものは動いていき、そしてそれに我々はしっかりまた本省の方で具体的な要望を重ねていくことによってですね、地域の大学として目指していく具体がですね、整っていくんではないかなと、そんなふうに期待を申し上げております。このほか盛山大臣と高知大学は博士人材の育成の強化や国際的な多様性のための教育カリキュラムなどについて意見交換しました。